はい、次は糖分のお話です。ファスティングをされる前は、少しですね、血糖値のコントロールが必要になっていきますので、なぜかというと、ファスティングドリンクを飲んでいって、必要最低限の糖質だったりビタミン、ミネラルは補っていくんですけれども、それよりも普段に比べるとかなり、糖質の量ってすごく減っていく場合が多いので、それに慣らしていくために、少しずつ糖分を減らしていきましょうっていうところはお話しさせていただいてます。ただ、いきなり減らしていくことは結構リスクがあったりします。いきなり減らすのはやめましょうということですね。よいしょ、いきなりはダメ。そして、いきなり、糖質を減らすんではなくて、何度も言うように、タンパク質を増やして、脂質を増やして、ビタミン、ミネラルを増やしながら糖質を下げる。少しずつ下げていくっていうのが一番大事になってきます。いきなり血糖値、糖質を下げてしまうと、血糖値が高い状態でずっといた人がいきなり糖質をなくしてしまうと、ガクンと体が疲れやすかったり、だるかったり、なんかパワーが出なかったりってしちゃうんですね。そうすると、生活に支障をきたしてしまったりとか、体がフラフラしたり、頭痛が起こったりっていうことになってしまいますので、いきなり糖質を下げるんではなく、タンパク質、脂質、ビタミン、ミネラルっていうところを増やしながらですね、ビタミン、ミネラル、ファスティングの準備っていうのを進めていかないといけないっていうふうな考え方で私はいます。これが、スムーズにできてこないと、ファスティングの最中にですね、結構体がしんどくなってしまったりだとか、フラフラしてしまったりっていうことが起こってしまいますので、準備食期間が長めに、設定させていただいている方、ちょっと多く取った方が、気をつける期間が長い方がいいですよって、私が指導させていただいた方は、基本的に、いきなり糖質をゼロにするわけではなくて、少しずつ減らしていきながら、こっちも上げていくっていう作業が重要になっていきますので、はい。そして、糖質の種類も考えていかないといけないと考えてます。糖質の種類には、単純糖質って言われる糖質と、複合糖質って言われる糖質がございます。単純糖質っていうと、米、砂糖、お菓子、そういったものですね。イメージしやすい糖質です。イメージしやすい糖質っていう表現で合ってるのかわかんないですけども、米、麺類、お菓子、米って白米ですね。お菓子、砂糖とか、ジュースとかもそうですね。これは単純糖質って言われて、血糖値が急にドンと上がっちゃうような食べ物が単純糖質。で、複合糖質はって言われると、どういうものかっていうと、そうですね、芋類とか、芋類、あと大豆類とかも、そういうのもそうですね。そういったものとか、あと、なんだ、かぼちゃとかそういうやつですね。はい。そういったものが複合糖質って言われるものになります。フルーツはこっち入ります。果物は単純糖質って言われるものですね。なので、こういった単純糖質を少しずつ減らしていって、血糖値のぐんと上がってしまうのを防いでいって、そしてもし、甘いもの食べたいなとか、お腹小腹が空いたなって思われるのであれば、芋類とかかぼちゃ類、干し芋、干し柿、干し柿って微妙ですね。干し柿複合かな。干し柿ちょっとわかんないですけど、そういったものに置き換えてあげることがとっても大事になっていきます。ビタミン、脂質、ミネラル、タンパク質を高めながら、単純糖質を少なくして、複合糖質はちょっとずつ少なくするっていうような形で、順番でやっていただくのが一番理想的になっていきますので、それを、頭に入れて、準備期間、
ファスティングの前っていうところを、気をつけてみていただけるといいんじゃないかなと考えてます。はい、糖質の種類というちょっとマニアックなお話をさせていただきました。また分からないことあればご質問ください。以上になります。